川端です。よろしくお願いします。今回は正方形のね、面積を求めなさいという問題です。角度は150度と分かっててね、二等辺三角形になってるわけですが、正方形の面積を求めたかったら、この一辺の長さが分かればいいわけなんですけれども、じゃあどのようにして一辺の長さを求めるかということですが、この二等辺三角形ですが、ちょっと補助線を引っ張ります。このね、150度出てきたら、外角が30度っていうのを意識してください。150度出てきたら外角が30度。これを意識するとうまくいきます。このように外角が30度と。で、ここの今一辺の長さ求めたいなと思ってください。ということで、この長さを斜辺とする直角三角形を作ります。このように垂線を下ろして作るわけですね。そうすると、これ30、60、90度の直角三角形ができます。したがって、1対ルート3対2になります。で、今、赤丸2個分が6になるわけですから、ってことは、赤丸1個分はですね、2で割って3になります。ここの赤丸1個分は3。ってことは赤丸ルート3個分はルート3倍すれば出ますので3をルート3倍して3ルート3ということでここの長さが3ルート3と出るわけですね。で、今この正方形の一辺の長さを求めたいのはここ X とするとこの直角三角形で三平方の定理を使えばいいという具合になります。したがってここは6たす3ルート3。この2乗足す、3の2乗。これが、X の2乗になるわけですね。そうするとこれを計算して、6足す3ルート32乗計算すると、6の2乗で36足す、2×6×3ルート3で36ルート3足す3ルート3の2乗で27で3の2乗で9。ということで、36足す27足す9で36、36足す36で72足す36ルート3という具合になります。で、今求めたい正方形の面積ですが、まあ、今一辺の長さが分かればいいと言いましたけど、実はこれ X の2乗ですよね。もうこれ2乗出てるじゃないですか。X の2乗。だからこれがそのまま答えになっちゃったと。そんな感じですね。2乗した値が分かるよね。これ一辺の長さを求めようとすると、ルートの中にルート出てきて二重混合になって、うわ、どうしようって感じになっちゃうんですけども、そんな心配せずに、二乗した値が分かる面で、これがそのまま答えという具合になります。分かったかな？以上で解説を終わります。では。